ガーブ川は、沖縄県那覇市の中心市街地を流れる川である。暗渠となっている部分が多く、行政上は、河川ではなく、公共下水道を雨水施設として扱われることもある。那覇市長田一丁目付近に発し、西へ流れる。寄ミヤに入り長さ約100メートルの暗渠を経て、北西に向きを変える。寄ミヤ二丁目に入って再び長さ約150メートルの、 安居となり西へ向きを変える。寄席宮一丁目に入って北西へ向きを変え、予備公園と姫百り通りを横切る。氷川二丁目に入って、神原小学校と神原中学校の間を抜け、再び安居となる。坪屋及び、牧師三丁目と松尾二丁目の境を成しつつ、水上店舗第四外区、水上店舗第三外区、水上店舗第二外区、 水上店舗第一外区の下を流れる。六海橋交差点で国際通りをくぐり、暗挙のまま沖江通りの下を流れる。牧師一丁目で流れを西に変えるとともに地上に顔を出し、十貫瀬橋付近で雲寺川に合流する。那覇市北西部はかつて浅い海が広がっており、ガーブ川下流部も船、マス原まで入り江となっていたが、1451年に、 長江堤と呼ばれる堤防が作られてから陸化が進んだ。下流部は昭和初期に至るまで湿地帯であったことから、地元の言葉で湿地を意味するガーブよりガーブ川と名付けられた。第二次世界大戦後の復興において国際通り、近くの川沿いに商店街が形成され、やがて川の上にも店舗が作られた。周辺の市街地下が進むよう雨が降るたびに、 浸水被害が発生する状況となったため、那覇市都市再開発事業の一環として、大規模な改修工事が行われることになった。改修の内容は、川の港を2.9メートル掘り下げ、総延長729メートル、高さ4.5メートルの鉄筋コンクリート製暗橋を設置するものであった。しかしながら、もともと軟弱な地盤である上に、川の両側は、 住宅密集地で工事用地の余裕が少なく、下記の集中豪雨や既存店舗の立ち退き問題など難工事が予想され、琉球列島前国民政府が示した計画にも不備があり、4回の入札を繰り返すも施工業者が決まらない事態となった。最終的には随意契約により、南洋土券が受注し、1962年8月28日に寄港した。 途中、クレーンが倒れたり、周辺の民家が傾くなど、難工事であったが1965年3月に完成した。一方、1963年に、那覇市下水道事業基本計画が立案され、1965年7月から、周辺の下水道工事が始められた。下水道は遠巻に外部川に沿う形で周辺の道路下に設置されている。しかしながら、 1983年3月には大雨で55棟が浸水する被害があり、2009年8月には集中豪雨で鉄砲水が発生し4名が死亡する事故が発生している。ガーブ川は自然の流量が少なく流域のほぼ全域が那覇市街地であり生活排水が流入しているため沖縄県において最も汚れている川の一つとなっている。流域における 下水道の普及などによって水質は改善されつつある。那覇市企画部文化振興課編、那覇市通史編第一巻全近代史、P24、那覇市役所、1985年沖縄、建設新聞発行、新聞が見た、建設業沖縄の建設業とその歴史ピアニッシモも、50から69、2001年那覇市土木部下、 水道業務可変発行、那覇市の月水道30年の歩み P46、1995年、沖縄県、沖縄本島中南部地域に水源共図1989年、沖縄県企画開発部土地利用対策可変発行、沖縄県主要水系調査所、P58、1989年、沖縄県企画開発部土地利用対策可変 発行、沖縄県主要水系調査所、P18、1989年沖縄県環境保健部編、発行、平成5年度水質測定結果、P34、1994年沖縄県文化環境部環境保全課編、発行、平成19年度水質測定結果、P42、2008年。ありがとうございます。